皆さんこんにちはただいまから土地活用プランナー認定試験対策講座を始めてまいります担当は講師の平柳と申しますよろしくお願いいたします さて、これからですね、土地活用プランナーの認定試験に向けてのですね、試験対策講座というのを始めてまいりますけれども、使用しますテキストはですね、いわゆるまあ試験実施団体から公表されております、土地活用プランナーの養成講座テキストというまあ公式テキストになります。こちらの方を使っていくということですね。 でこのテキストはですね分量が非常に多くて「常、ま、駐、あ、下」というふうな三分冊になっているんですけれども、まあ、内容的にはかなり都市活用にですね、えー、関しまして突っ込んだ内容までですね含めて記述がされています。まあ、その意味でいわゆる都市活用のですね実務的な内容に関しましても、まあ、あの要請に応えるような非常にまあレベルの高いテキストにはなってはいるんですけれども、まあ、こと試験対策ということで関しまして見ていきますとちょっと分量としてはですねかなりオーバースペックな 形になっていいるととうことで今回の試験対策講座はですね50分程度のコマをですね12回を使いまして常駐月間3冊をやるという形になっていますのでちょっと内容的にはですねとびとびにはなってきますけれども、まあ、の試験対策講座というふうな形になりますから試験対策に特化した形でこのテキストをですね内容について確認をしていこうということになります。 ちなみに、土地活用プランナーの資格試験自体に関しましては、ですね、試験問題そのものが全て公表されているということではありません。まあ、いわゆるあの通常の国家試験とかですと、ですね、宅建築試験ですとか、マンション管理士試験や管理業務主任者試験、あるいは賃貸不動産経営管理士試験といったような、いわゆる不動産系のですね、国家資格については、ですね、通常、過去の本試験の問題が公表されていて、まあ、受験をする場合につきましては、それをですね、えきちんとですねえ、まあ、学習をすることによって、 試験のの傾向だとかととかいうのが見えるとでそしてまあそれを元にして、まあ、テキストとかですね過去問を使って勉強すれば、まあ、その年のです、ね、受験をする際の本試験でもきちんと合格ラインをですね超えることができるというふうな形の試験になっていることが多いんですけれどもこの都市活用プランナーに関しましては過去の本試験の問題自体がです、ね、公表されているというものではありません。まあ、一応あの実際のの、ね、本試験の問問題題等におけるサンプル問題的な ものですね20問程度でしたかね、えー、そのぐらいのものが、まあ、ホームページ等でですね、えー、公開されているようなものはあるようですけれども、まあ、の実際の試験問題のですね全体像というものが全て公表されているわけではないということになります。 で、そうしますとですね、えー、試験を受験する受験生の側からしますと。とまあ、勉強としてはちょっとやりづらいところがあるわけですね。まあ,あのご承知の通りですね。手元にありまお手元にあります。土地活用プランナーのま養成講座のテキストの中身をご覧いただきますと、別に試験対策用のテキストという形ではないので、まあ、文章が非常に多かったりですね。図だとか表だとかがあったりして、まあ、どこをどのように勉強していけば、まあ、本試験で点数に繋がるのかっていうのが、なかなかちょっとまあ分かりづらいというところがあるわけ。です。 まあの試験形式そのものはです、ね、4子択一のまあ40問これをまあ60分で解く、ね、んだというふうな形になってはいるんですけれども、まあ、実態がなかなかつかめないというところではあるわけですね。でただですね私はまあ講師としましてこの教会の方から依頼を受けて講義をしていますので。 過去の本試験の問題がどういう問題だったのかということは、協会の方から全てですね、見せてもらって、そしてその内容を分析した上で、この講義をですね、しているという状況になります。でそうしますとですね、あの試験問題そのものが、過去の本試験の問題が公表されてはいないんですけれど、私が講師という観点から過去のですね、本試験の問題を協会らから提示していただいて、内容分析をしていきますと、結構出題されているところに偏りが見えてくるということなんですね。 まあ、つまりテキストとしてはあのかなり幅広くですねそしてまあ場合によっては深く内容が記述をされているんですけれどもえ実際に出題されている試験の内容というところから見ていきますとかなりですね、えー、あこの部分がピンポイントで聞かれてることが多いなとかあるいはこの部分はあまり聞かれてないなとかっていうふうなメリハリが結構ですね見えてくるわけです。そ、まあ、そこででで、えー、今回のののすすねね試試験験対策講座につきまししててても、まあ、そういいいったた観点かからら、ねえー、私がまあ過去の本試験の問題をを会から提示をしていただいて中身を分 分析した結果、まあ、どういうところをどういうふうに抑えておけば、まあ、試験のですね、本試験の問題で得点に繋がりやすいかっていうことですね。もちろん今年の問題、今回の問題がどのような問題かというのは実際に出題されてみないとわかりませんけれども、ただ過去の本試験の問題の分析の結果をし結果を見てみますと。 まあ比較的ですね、えー、ポイントになりやすいようなところが見えてくるので、まあ、それを今回講義の中で皆さんにですね限られた非常に限られた時間ではありますけれども話をすることで、えー、皆さんの得点にですねつながるような講義にしたいと思っております。 さあ、ではですね、早速ですけれども、まずは上巻の方をご覧いただきたいと思いますが、上巻の方ですね。上巻はですね、第1編から第5編まで、まあ最初に目次がありますけれども、5つの編によって構成されています。第1編が総則です、総論ですね。第2編が法令編ということで、で第3編が資金計画、第4編が税務、それから第5編がまあ建築設備ということですね。 で、まあ、それぞれのですね、辺のところと、それから実際の試験の出題の傾向というのも照らし合わせて見てみますと、まあ、大体ですね、上官、中巻それから下巻のそれぞれの辺において、全く出題されていない辺というのは、まあ、基本的に見当たらないというところで、まあ、それぞれの辺ごとにですね、大体2問から3問程度ずつですね、あるいはまあ、ちょっと辺によっては、分量が多いところでは出題の台数が多いところもありますけれども、まあ、そういう形で、大体まあ、平均しますと、2、3問、 まあ、多いところですと、ね、56問ぐらい出てる辺のところもありますけれどもそういうまあ辺ごとにです、ね、やっぱりそれぞれ出題数というものが見えてきます。 でですので今回の中では例えばこれからですね第1編の総論の話をやりますけれども第1編の総論ではだいたいですね例年何問ぐらい出てますよ、まあ、40問の中で何問ぐらい出ますよというところですねそれからどんなところが出てますよというところをピンポイントで見ていくことによって、まあ、テキストすべてをまんべんなく見るわけには時間がありませんからできませんけれどもここ出てますとかここ出てますというふうな出てるところですね集中的に出題されている傾向が高いところをしっかりとですね潰すことで、まあ、試験 大作講座としての意味を高めていきたいというところですさあでは早速まずは第1編のところからご覧いただきたいと思います第1編は総論というところですね テキストのところですけれどご覧いただきまして、第一章と土地活用と土地活用プランナーの役割ということになりますけれども、まずですね、あ、すいません、そうですね、変のところから行きましょうか。と、第一編ですけれども、第一編の総論のところなんですが、この第一編総論からは例年ですね、3問程度の出題がなされています。例年40問中の3問程度の出題というところですね、それを前提に学習していきましょうということです。 でまずはじめは、まあ、2ページのところをご覧いただきまして第1章ですね土地活用と土地活用プランナーの役割というところです。 で、最初に一番目、土地活用とはというところをご覧いただいて、一番目ですねえ。土地活用の意義。これもちょっと簡単に確認しておきましょう。まあ、最初ですからということで冒頭のところを見ていきたいと思いますえ。土地活用とは一言で言えば、所有する有給地などの低未利用地を収益資産として有効活用することですということになっています。まあ、要するに、まだ利用しきれてない、あるいはですね、全く利用していないような、まあ、土地などを収益資産として有効活用する。これが文字通りの土地活用だということになるわけです。 だから、最もというふうに次の7区にありますように、まあ、一口で土地活用といったとしても、当然土地の広さとか形状、立地条件、そういったものによって、その活用の仕方はまあ大きく変わるわけですね。具体的には賃貸住宅、賃貸オフィスや店舗、コインパーキング、 あるいは事業用の定期借地権。まあそういったようなですね、様々な活用の方法というのがあるわけで、その多様な選択肢の中から、その土地にとって最適な土地活用の方法というのを見つけ出すということが必要になるんですけれども、これはなかなか難しいというところですね。これがまあ1の1のところには書いてあるということになります。 はい。ということで、まずこの1の1のところでですね、最初に確認していただきたいのは、土地活用というものの意義と、それからイメージですね。これをちょっと確認をしておきましょうというところです。さて、それではですね、次に下に移って2番目ですね。 優れた土地活用による個人的社会的な効果ということですけれども、まあ、優れた土地活用を行うということは、まあ、個人的社会的に大きな波及効果をもたらすことができる、すそ,そのの広い事業だというふうなことになっています。まあ、要はですね、個人的な面としましては、二段落目に書いてありますけれども、土地オーナー自身に対して賃料収入が発生するとか、あるいは事業収入が発生する、あるいは節税効果があるといったような、まあ、そういう経済的なメリットがあるわけです。 他方で社会的な側面としましては、例えば賃貸住宅を建てますとですね、建設に、建設をするにあたっては当然建築会社を使うことになるわけで、そういう意味でのですね、建設関係での仕事を想像するというふうな意味が出てきます。さらに建物ができれば、そこに人が住むということになって、住めばですね、人が集まってくる。でそうなると街に活気が発生をするということで、様々なそういう社会的なですね、意義というものを見えてくるのだということになるわけです。まあ、このような形 で優れた土地活用というものはですね単に土地を何に経済的な利益をもたらすだけではなくて社会に対しても利益をもたらすようなまあ、社会貢献活動の一つでもあるということですねそういう位置づけがあるんだということを確認をしておいていただきたいということですさあそれではですね続いてのところなんですけれどちょっとですねページをー飛びまして4ページの方に移っていただきたいと思います 4ページの上の方の図につきましてはですね、これは先ほどの話をイメージ化したものということになりまして土地活用にはさまざまなメニューがあるということそれを有効利用してキャッシュフローをですね、生み出すということによって土地オーナー自身の生活を豊かにするという側面とさらには社会に還元をする社会貢献的な位置づけというものが存在をするんだということですねこれをイメージをしておきましょうということです。 さあ、それでは続いて今度は2番目になりますが、土地活用プランナーの使命と心構えです。さあ、このですね、土地活用プランナーの使命と心構え、あるいは役割といったところは、本試験におきましては非常によく出題をされます。まあ、今まで話をしたところは一応前提ということで話をしたんですけれど、まあ、ここからはですね、本試験でよく出てくる内容になりますよというのがこの2番ですね。土地活用プランナーの使命と心構えということになります。 まず一番のところですけれども、土地活用プランナーというのはそもそも何なのかということですね。これを見ていきましょう。土地活用プランナーとは、土地オーナーに寄り添いながら専門的知識や経験、人脈を駆使をして土地活用事業を成功へと導くスペシャリストだということになります。まあ、文字通り土地活用のプランニングをする人ということで土地活用プランナーということになるわけです。 で、この土地活用のプランニングをするためにはですね、様々な、まあ、幅広い知識が必要になってくるわけですねえ。具体的にはその後に列挙されてますけれども、マーケティング、スケジュール管理、建築知識、業界動向、事業収支、建物管理、運営といったものについても専門的な知識、これは幅広く身につけていく必要があるということですね。でそして様々な、まあ、関連のですね、会社等と連携をして、プロジェクトとして全体を成功に導くということが必要になります。 で、二段落目。ここですね。この二段落目ちょっと注意して押さえていただきたいんですけれど、この土地活用プランナーは、そのプロジェクトの全体を統率するという役割。で、必要に応じてですね、様々な専門事業の専門家たちと連携しつつ、プロジェクトを成功へ導く優れたコーディネーター。これキーワードになりますね。コーディネーターとしての役割をも果たすということ。 つまり土地活用プランナーは自分自身がですねすべての専門家であるということが求められているのではなくてさまざまな専門家と連携をしてそしてプロジェクトを成功に導くコーディネーターとしての役割がですね期待されているんだってことですね。この視点は試験では非常によく出題をされますので認識をしておいていただきたいと思います。 で5ページの上のところをご覧いただきますと、その5ページの上のところにですね、そのイメージの図が載っていますので、これも参考にしていただくと良いと思うんですけれども、内容としては土地活用プランナーは事業を成功に導くコーディネーターだという位置づけですね。この位置づけ忘れないようにしておいていただきたいと思います。 はい。それから続きまして、今度は下に移って2番目、土地活用プランナーの使命ということですね。これもまあ、使命と心構えの中身の話ですので、重要度は非常に高いところです。で、土地活用プランナーの使命、これを一言で表すならば、土地活用に関わる人たちを幸せにするということだということになっています。 で以下ですね、さまざま,まあ文章を書いてあります。具体例的なところでですね、山登りになぞらえたようなですね登山ガイドのような話なんかも書いてありますので、まあ、その辺は直接取材されるわけではないですが、まあ、イメージとして確認をしてみていただくと良いと思います。ここはまあ読み物として見てみてくださいというところです。はい、そして次のページをご覧いただいて、今度は6ページ目、上の方ですね。 3番、土地活用プランナーの心構えということです。さあ、この6ページの3番の特に一段落目ですね、これちょっと注意をして押さえていただきたいところです。この一段落目の内容は試験では結構よく出題をされていますで。内容を見ていただきますと、土地活用に関わる人たちを幸せにするという観点から、土地活用プランナーにはですね、必要であれば プラスの点だけではなく、マイナスの点についても正直に依頼者に説明することが求められますということです。この視点ですね、えー。この視点は過去の本試験でも繰り返し繰り返し出題をされています。つまり依頼者とのですね関係で、まあ、都市活用プランナーは仕事をするわけですけれども、依頼者にいいことを言うことだけが仕事ではないってことですね。えー、逆に依頼者にとって不利益になるようなこともきちんと正直に説明をして、でその判断を仰ぐ。 とさえておく必要がば例えで、具体例見ていただきますと3行目真ん中「例えば」とありますけれど例えば賃貸住宅を建設しての都市活用を依頼されてプランニングを進める過程で現時点では賃貸住宅を建てない方が良いという結論がもし出た場合については事業の中止やあるいは修正を提言することも必要ですとなってますねここなんですね。 要は、試験での出題としましてはですね、このあたりはどういう形で出てくるかと言いますとえ、仮に現時点で立てない方が良いという結論が出たとしても、要は、土地オーナーがですね、希望する限りはですね、土地オーナーの希望を最優先して事業を進めるべきであるというふうな選択肢で罰だとかですね、そういった方向が出てくるわけです。まあ、要は、土地オーナーの依頼というものはもちろん重要ではあるんですけれど、まあ、プランニングのですね、過程におきまして、現在はこの方法でですね、土地活用すべきではないと という結論が出たのであればそれは途中央の,の希望からしますとマイナス的な位置づけになるわけですけれどそれをも含めてきちんと説明をして、まあ、あの説明をしてですね納得をしてもらったりとかあるいは修正を促したりとかですねあるいは場合によっては中止を促したりするとそういったことが求められますよというのがこの部分のポイントということになりますのでねそこをしっかりと押さえていただきたいと思います、はいまあ、以上ででしたでは次に移ります。 今度は下の方に移りまして、4番目、土地活用プランナーが持つべき視点ということで、まあ、過去1番は読んでいただければ良いところです。土地活用の目的だとか、対象者の幅広い把握ということですね。そして次のページに移っていただきまして、7ページ目。 これ非常に重要度が高い項目です。7ページの括弧2番、長期的視点の重要性ということですね。この括弧2番の内容も本試験におきましては非常によく出題をされるというところになります。 内容としてはですね何が書いてあるかっていうことなんですがちょっと冒頭一段落目ご覧いただきますとこれからは10年後20年後30年後といったところを見据えた都市活用が必須となりますよということですね、まあ、要は単純にですね、まあ、土地の上に建物を建ててでそして例えば賃貸住宅だったら入居者を募ってですね入居者を入れてでそこではいおしまいですよということではないと、まあ、長い期間にわたってですね事業的な視点を持っておく必要がある ということになるわけです。 ま、ですので、えー、ま、建物が出来上がりました、満室になりましたでおしまいではなくて、えー、3年、5年、あるいは10年、20年先まで安定的にですね、満室になるような事業というものを求めていく必要があるということになるわけです。まあ、当然ですけれどもですね、えー、キャッシュで、例えば、あ土地の上に賃貸住宅を建てられるというふうな方は、それほど多いわけではありません。えー、通常はですね、その土地オーナーというのもですね、建物を建てて賃貸住宅経営なんかをする場合でも、その賃貸住宅を建てたりとか、 あるいは購入したりするときのです、ね、資金というのはローンを組んだりするわけですねでローンは当然ながらです、ね、数十年単位という形での、まあ、長期にわたっての、まあ、ローンになってくると20年30年という形でのローンになってくるわけですから単にです、ねえー、まあ一時的に目先だけの話で、まあ、満室になりました3年後も満室でしたそこでおしまいですではないわけでその後ともです,、ね、すごく長い目で見たときにもきちんと事業が回っていくような形でのプランニングをしておく必要があるということですね。 そこを忘れないようにしておいていただきたいということになりますまあ、そういう点でですね土地活用プランナーのお仕事というのはいわゆる未来予測型の業務だというふうにも言われていますこの点はそうですね2段落目の最後のここキーワードがありますね未来予測型の業務だというふうなところまあ、こういったキーワードなんかも認識をしておきましょうということです それからですね、続いてということなんですけれど、その例えば土地オーナーが、まあ、生存中の事業の安定性だけではないというのも、この長期的な視点の重要性の中に含まれてきます。で、この視点もですね、試験ではよく出てくるんですね。どういうことかと言いますと、そのある土地オーナーがですね、事業を、まあ、その土地活用することで事業を行ったと。その場合にですね、その土地オーナーが例えば死亡して、で、まあ、子供たちとかですね、いたときにその事業が相続をされ わけですでその経営自体がですね次の世代に引き継がれた後でもですねその事業が安定的であることというのも含めて長期的な視点というものが求められるということになっています。 で、この点につきましてはですね、この7ページの下の方をご覧いただきまして、本文の最後の段落ですかね。引き渡し後から始まる経営自体、これを健全に導くということ。さらには、次世代までを考慮して長期的にサポートしていくこと。これですね。次世代までも考慮して長期的にサポートをしていくということが、土地活用プランナーには求められるのだということですね。こういったところが本試験におきましてもですね、よく視点として、まあ、出題をされていますので、 内容について確認をしておきましょう。 はい。で、この点については、次の8ページの上の方にですね、えー、図がちょっと載っていますけれども、これもイメージをですね、えーまああの、きちんと定着させるためのものとして利用してください。土地活用事業というので、安定経営と不安定経営ということになりますと、安定経営は円満な次世代の対策まで含めているということですね。不安定経営というのは次世代が困るような状態ということになります。これは長期的な視点からしますと、事業の成否に関わってくるということになるわけです。この点を確認していただくと良いでしょうと。 ということでした。え、その下の3番え、これは特段試験で出題される内容ではありませんので、割愛をいたします。まあ、あの、都市活用プランナーの活用の仕方なので、え、これはまあ試験をですねえ。取った後にですねえ。どのような形で活用していくかという話が書かれているものですから。まあ,あの試験対策とは別に参考程度に見ていただければ良いかなというところです。はいまあ、以上で、第1章の内容については終了としましょう。 それでは続きまして今度は10ページに飛んでいただきまして、10ページの第2章ですね。第2章をご覧いただいて、土地活用プランナーの業務フローというところ、これを見ていきたいと思います。土地活用プランナーの業務フローにつきましては、まずは1番のところ、土地活用の 成功までの流れとしてその土地活用の全体像というものがですねあります。でこの全体像の具体的な例としてはですね次の11ページの図をちょっとご覧いただきたいんですけれどもこちらですね11ページの図をちょっとご覧いただきたいところなんですけれども、まあ、あのビジョンというのが一番上にありましてでそしてその下に目標。 で戦略、戦術、そして土地活用というふうな形の図になっているというところですね。これをちょっと確認をしてみていただきたいと思います。まあ、要はですね、土地活用にはまずビジョンを掲げるということが重要だと。これがまあ最優先のですね、必要な事項だということになるわけです。まあ、例えばここで言いますと例としてはですね、学生に良質な住環境を提供するというビジョンですね。 でそして次にそのビジョンを達成するためには、目標が必要になりますから、その目標を決めていく。ここで言うと、今のビジョンのですね、達成のために必要な目標として、弁学に専念できる家賃の設定をすると。要するに、家賃があまり高ければですね、弁学に専念すると言ってもですね、アルバイトの時間を増やしてお金をより稼がなければいけないということになってしまって、弁学に専念できなくなってしまうからですね。ですから、学生に良質な住環境を提供するためには、弁学に専念できるような家賃の設定 という目標に近づくためにはどのような戦略あるいは戦術が必要かということでいえば例えばシェアハウスを作るとかあるいは建築費を抑えるということですね要するにかかる費用を抑えることによってあるいはですねその利用効率を上げることによって で家賃をですね下げていく。でそれによって免学に懸念できる家賃を設定し、まあ、学生に良質な住環境を提供するというビジョンにですね至るという流れですよね。えこういった形でまあだん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 ですね、えー、まあ、具体化していく形にするんだということです。まあ、イメージとしてはそんなところということですね。はいまあ、以上でした。 では次に移りますけれども、今度はですね、11ページの下の方、その図のすぐ下ですが、事業収支計画書の作成までの業務フローの概要というところです。ここは直接試験で出題されるわけではないんですけれど、次のページをご覧いただきますと、具体的なそのフローの概要というのがですね、載っています。 で、これはあの一番上のところ、土地オーナーの特性のヒアリングから始まって、最終的に矢印ずっと下の方に行って、事業収支計画書のところまで至るということで、具体的な土地活用のですね、流れ、まあ、の土地オーナーと設定を持ったところから、事業収支計画書を作成するところまでの間、どのような流れで話が進んでいくのかというのがですね、書かれています。でこれは具体的なイメージを持つためにはですね、非常に有効な全体像ということになると思いますので、 この12ページそのものが直接試験で出るわけではないんですけれども、全体的な都市活用の流れをですね把握をするためにということで、中身はぜひ一読をしてみていただきたいと思います。はい、まあ、以上でした。では次に移ります。今度は13ページに移っていただきまして。 13ページのところ2番目で土地活用プランニングの3つのポイントというところですね。この3つのポイントにつきましては、まあ別のところでもですね、また詳述される部分があるんですけれど、ここでまあ初めて出てくる内容ということでしっかり頭に入れていただきたいと思います。で、この3つのポイントとあるわけですから3つが何かっていうことをちゃんとですね、頭から出てくるようにしておきましょうということです。まああの図のところをご覧いただきましてこれを頭に入れれば良いということですね。まず1つ目、土地活用プランニングのポイントの1つ目は、総事業費を正確 正確に捉えるということですね。総事業費を正確に捉えるえ、総事業費はですね一般的には建築費の1.2倍程度を見込んでおくということがまあ求められてきます。総事業費は建築費の1.2倍程度を見込むということですね。 それから次、丸二番。収入家賃を健全に捉えるということですね。収入家賃を健全に捉える。まあ、この辺も詳しくはまた別のところで話が出てきますけれど、要はですね、えー、たくさんお金が入ってくるとは思わないということですね。そういうことではなくて、収入については厳しめに見ておくということですね。収入については厳しめに見ておく。それが健全に捉えるということの意味です。 まあ要はあの基本的にはですね入ってくるお金は厳しめに見ておきましょうと本当に入ってくるのかどうかどの程度入ってくるのかどうかという予測なんかも含めまして厳しめに見ておきましょうということですね。 えそして次に丸三番ですが、支出、返済や経費ですね。これを手堅く捉えるということです。まあ、金利だとか、ランニングコストだとかっていうことですねで。手堅く捉える。で、ちょっと表現としてはですね、テキストに書いてある健全に捉えるとか、手堅くですね、捉えるとかっていうのが、まあ、ピンときづらいところかと思うんですけれど、まあ、簡単にあのイメージの話を言ってしまいますと、入ってくるお金は厳しめに見ておくという、さっき話しましたけどね、厳しめに見ておくと。要するに多めに入ってくるというふうに想像しないに、むしろ逆に少なめに見積もっておくぐらいの気持ちでおきましょうって とことです他方で出ていくお金についてはできるだけ多めに出ていくつもりでですね把握をしておきましょうということですねそうすることによって事業全体について厳しい形で統制をしていることになりますので、まあ、事業が成功にですねつながりやすいということになるわけですねそれをまあイメージをしていただければ良いでしょうということになります、はい、ままあ、すページにについいいいててはは以上ででおしまいといたしましととたょうそれでは続いてのところに移ります。 今度は第3章ですね14ページに移りまして土地活用にまつわる市場の動向について見ていきたいと思います。 で、土地活用に基づく市場の動向ではですね、まずは1番のところ、内容の1番ですが、地下の動向というのがありますね。で、1番目、1の1で、地下の種類と算定方法とあります。はい、この1の1の地下の種類と算定方法は、非常に出題頻度が高い形でですね、出てくる項目です。まあ、具体的に言いますと、地下にはですね、いくつかの種類があるんですね。それがまず、括弧1番のところなんですけれど、地下に、土地、地というのは文字通り土地の価値のことを地下というふうに言うんですが、 一般に一物五価と言いまして、一つの土地にはですね、五つの種類の、まあ、の、価格というものがあるんだというふうに言われています。で、その具体的な一物五価の五価ですね、五つの価値に関してが、以下、丸一番からですね、丸五番まで、えー、記載がされています。具体的に言いますと、丸一番が実勢価格と言われるものですね、実勢価格、えー。で、まあ、以下ですね、丸二、丸三、丸四、丸五というふうに続くんですけれど、試験ではこの地価の種類と、それから定義、これが非常によく 出されます。すす。いいででかね。地下の種類と定義です例えばということで言いますとこの1番の実性価格で言うとですね実性価格とはこれこれであるという形で「丸か×か」というのを判断させるというふうないわゆる定義問題ですね定義問題というのが非常に必な頻度が高いですで定義はですね当然そのある定義とある定義を入れ替えれば容易にですね×の選択肢が2つできるわけなので問題を作る側からしても作りやすいわけです、まあ、そういううい観点がありますすからででね、ここで言う皆さんの 学習方法は一物語化の語化つまり5つの価格についての名称とそれからですねその定義これをきちんとですね正確につなぎ合わせられるようにしておくということでもし定義がですね違うものと入れ替わっていた場合についてはこれは定義が違うということで罰だというふうなことが判断できるようにするってことですねそれから定義そのものの中身を一部いじることによって罰だというふうにさせる、まあ、選択肢も出たりすることもありますのでそういう点でいずれにしましても5つの価格の名称と それからその内容の定義、これを正確に押さえておきましょうということになります。これはここでの学習のポイントだということになるわけですね。で、まあ、中身細かくは話をする時間がありませんから、まあ、簡単にだけですね、それぞれの定義の確認だけにしますけれど、まず、1番の実勢価格については、実際に市場で取引をされている価格のことということになっていますね。はい、それから次、今度は15ページに移っていただきまして、 15ページのところのですね、真ん中ちょっと上で丸2番ですね。丸2番で工事価格というのがあります。工事価格ですね。で、これはその文章を見ていただきますと、地下工事法に基づいて国土交通省土地鑑定委員会が適正な地下の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準値の正常な価格を3月に工事。まあ、2022年、令和4年の地下工事では2万6000地点で実施をするもので、社会経済活動についての制度インフラと なっていますということですねえ、こういった定義ですえ、さらにその後主な役割ここが聞かれることもあります一般の土地の取引に対して指標を与えるそれから不動産鑑定の基準となるそれから公共事業用地の取得価格の算定の基準となるそれから土地の相続評価や固定資産税評価についての基準となる さらには国土利用計画法による土地の価格審査の基準となるといったような形でこの工事価格というのは、まあ、公に示された価格という名前からも明らかな通りさまざ、あ、まなです、ね、基準や指標になったりするんだということですねそういったところをきちんと確認をしておきましょうということです。